と私を最後車病院ってことを覚えといてくれ。OK。ここ？違うとこがいい？いやいいです。あなんかいやでも初めて来たんだよねここ。ここいやいいですよここにしましょう。どこ行くんですか？いやなんかこの上もなんか良さそうだなと思って。あ上あるの？あの初めて来たから。本当に初めて来ました？うん本当に。一回ナタルと話したときにノーロケ班で行ったらなんか アフタヌーンティーみたいになってたから。そっか、ここはカイン君の誕生日の時に柳田さんとマオジさんと、うん、ヘラシギさんいなかったかも。いたよな。でもそのはさ、その日起きれてこなかっただけかな。ドッキリ仕掛けた場所です。あ、そうなんだ。うん、懐かしい。へぇー、なぎたさんが犯人役をやって、うんうんうん、カインくんにレイラがさらわれたっていうドッキリを仕掛けて、うん、助けてほしけりゃここまで来いって呼びつけた場所がここで、うんうん、ステージ上にはもう柳田さんのその覆面かぶった柳田さんに捕まってる私がいて、何も言わずにカインくんが発砲しそうになったんでネタバラシです。あーなるほどね。はい、そんなこともありました。やっぱあれなんだ、そのライアンさんとは仲良かったんだ。あ、そっか。私が、うんうん、はい、仲は良いですよ。良かったというか今でも悪くはないと思いますけど。うん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 、うん、すいません、無意識に喋っちゃいました。いや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 、なんか俺が知らないまた一面知れたからよかった。まあ面倒見がいい方でしたからね柳田さんは。最近どうだった？そうですね、うん、最近か、うん、まああんまり誰とも、うん、話してはいないです。自分から何か誰かに連絡するというのをしたのはまあキミトスさん、うんうん、だけかな。ああそうなんだ。はい、でもそのあとすぐにルーファスさんから、ルーファスさんと藤子さんから連絡いただけてて、うんうん、お二人とはお話はしました。なるほどね。今度別々ですけどね、ルーファスさんと喋って、藤子さんとは今回の件でちゃんとしっかりはお話はできてないですけど、うんうん、タイミングあった時がちょうどそのボアさんとニートちゃんと一緒になんか釣りをするっていう話になってたみたいで、よかったらレイラもどうっていう風に声掛けいただいたので、うんうん、まあ、釣りを一緒にしたってだけで、なんか誰が何かを話すわけもなく、ただ静かにみんなで釣りしてました。なるほどね。うん、おのおの思うこととかは多分あったとは思うんですけど、まあ、あえてみんな口にはしてないって感じですかね。うんうんうん、はい。まあ俺もあれからもうほんとそうだよね、全員クビってなってからさ、はい、まあどうしたらいいんだっていうか、うん、やっぱりこの街で俺が したいことっていうか、まあ、出会ったモズ、うん、でそのなんだろうね、まあもうほんと俺の中では なんて言ったらいいんだろうね、なんか生きる理由、うんうん、そうだったから、
まあそれがクビってなって、もうほんとどうしよっかなっていうか、もうこの町にいる意味もないんじゃないかなとか、まあ思ったりもした。まあでもね、その中でまあナタルだったり、ナタルが一番最初に声かけてくれて、はい、なんかまあ言い方はちょっとこうナタルっぽくてさ、なんか不器用な感じではあったんだけど、はい、なんか一緒にいさせてくんねみたいな、これからもってことですね。そう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 、でまあ言ってくれて、まあそれは嬉しかったんだけど、うん、でもやっぱりさ、やっぱりモズじゃないとこうなんか心になんかなんか大きな穴が開いたっていうか、嬉しいんだけどそうじゃないっていう感じでさ、まあ、そのままルーファスさんと話して、はい、でやっぱり、まあ、俺の本音としてはやっぱり俺にはモズしかないから、どんなことをしてでもではないけど何度でもボスのところに行って、またモズの一員として一緒にボスの夢を追いかけさせてくださいって、まあ本音ではずっと多分思ってたんだろうけど、やっぱりそれがルーファスさんと話してさ、なんか確信に変わったっていうか。ルーファスさんも同じ気持ちってこと？うん、だと思う。ナタルさんはどういう意図でキミトスさんと一緒にいたいって言ったんですかね。そもそもナタルさんはそのモズに、モズ同行じゃなくキミトスさんのそばにいてほしいっていう話ですよね。まあそうだね、まあ本当ナタルって不器用だからさ、言葉では直接的な感じで言ってないけど、まあ、ナタルが言ってきたことだけを言うと、うん、まあその誰かの下につかねえと俺ダメだし、なんかやっていけないから面倒見てくんねえじゃないけどさ、一緒にいさせてくんねえみたいな感じで、頼ってきてくれたっていう感じですかね。うん、なるほど。まあまあとりあえずそれでさ、ルーファスさんと喋って、はい、まあ、自分の本音に気づいて、でもやっぱりこのままね、すぐにボス探してさ、それで会ってもう一度っていうのもなんかやっぱ違うと思うし、なんかいろんな情報漏洩だとかまあいろいろあったけど、まあ、やっぱりその情報漏洩した件とかについてもなんか少なからず俺にも落ち度があると思ってて、なんかそのね、ボスがいない間の外交的なところとかはなんかボスなら多分こうするとかこう考えるだろうなっていうのを必死に考えてやったりしたけど、結局そういう考え方だとかそういうその行動をした意図とかをまあ仲間のみんなにこうね丁寧に説明とかもできてなかったから、それで今回みたいなそういうここが勝手にこう動いちゃうっていうところにまあ繋がったんだろうなっていうのもやっぱ俺はもう思うから、俺自身も変わらなかったらやっぱり
もう一度ボスの前に立って一緒に夢を追いかけさせてくださいなんて、まあ言えないなって思ってさ。うん、うん、まあ変わらなかったらまた同じことが起きるというよりは、変わってる姿を多分見せないと元には戻れないと思いますけどね、そもそも。うん、まあ俺もそう思ってんだよね。うん、そんな今まで築き上げてきた、バンおじさんが築き上げてきたモズという組織を、バンおじさんが、私たちにとっては一瞬だったと思います、あの出来事はね。うんうん、でもまあその一番最後に起きたことだけが全てではないと思っていて、全ていろいろ積み重ねてきたもの、最後のきっかけになったのが今回の情報漏洩だったりっていうことだと思っていて、うんうんうん、それ以外のことでも、だからまあ変わらなきゃいけないのはまあみんなだとは思うんですけど、誰が変わらなきゃいけないとかそういったと思っているけど、じゃあその私たちが首の宣告を受けて、バンおじさんに戻りたい、また一緒にオズとして歩んでいきたいですという話を掲げるとして、その掲げるまでに、うん、まずは私たちはあれとは違うというのを見せないと、そもそもバンおじさんは首に縦に振らないですよ。俺もそう思ってる。まあだからこそ、うん、まあ自分も変わんなきゃいけないしと俺はまあ思ってて、やっぱりその変わろうとする意志と、その変わったっていう実績、変わろうとしてる実績、うん、みたいなのは絶対必要だと思ってて、うん、まあ個人医の話の時とかも、私もその大型の時、うん、ちょっといろんな、全てその全て報告でしか、私はその場にいなかった人間なので、全て報告でしか理解できてないので、どれが本当だったのかとかも自分の耳で聞いてるわけじゃないから、わかんないから、探り探りで答え合わせをしてたっていう状況ではあるんですけど、まあでもレイラちゃんからしたらね、そのまあ自分がその今回の孤児院の件っていうと全く関与してなくて、でまあその、ね、今までのチリツモっていうところもさ、多分ほとんどステーキ系のやつには関与しないと思うんだよね。誰がですか？レイラちゃんが。ああ私ですね、はい。でやっぱりそういう中でいきなりクビってなってさ、まあたまたまじゃないですよね。まあでも俺がレイラちゃんの立場でも同じこと思うと思う。だから、もちろん怒りは、あ、ごめんなさい。いや、いいよいいよ。もちろん怒りはないと言ったら嘘です。それは別に大学に対してとかじゃなくて、誰に対してなのかもわからないけど、うん、なんでこんなことになっちゃったんだっていうふうにどうしても思ってしまう自分はいます。でも数日間クビになってから考えたんですけど、うん、仮にそういう今回悪いことを今、ま、その問題がいろいろ起きましたよね、情報漏洩とか個人の問題だったりとか、うんうん、いろんなことがあった中で、確かに私は全てに関わってないです。でもそれはバンおじさんも知ってると思っていて、うんうん、関わってない人間は私以外にも他にもいたはず。
でも全員解雇になったっていうのには王子さんに王子さんそこだけを考えて解雇にしたわけじゃないと思ってる。もしそうなのであれば関与していなかった人間だけは残して、関与していた人間とか問題を起こしてしまった人をクビにするだけでよかったはずの話だと思ってるから。だから私は今自分自身も関与していなかったメンバーもみんなが全員解雇になってしまったというところに関してはそこが問題ではないって思ってる。まあそうだね。まあまだ答えは出てないんでまだ考え中なんですけどね。すいません偉そうなことを言って。まあまあでもね、はい、まあやっぱりレイラちゃんがそう思うのもわかるし、俺自身がちょっと甘いところがあるっていうのもまあわかるんだけど、うん、それでもやっぱり俺はさ、レイラちゃんに助けてもらってね、いろんな揉め事とか問題とかもさ、うん、自分だけじゃ絶対乗り越えられないようなやつとかも全部レイラちゃんがいてくれたからこそその乗り越えてきてこれたとやっぱり俺は思ってるからさ、うん、やっぱり俺はレイラちゃんにはまた一緒にモズの仲間として歩んでいけたらなと俺はやっぱり思っちゃう。気持ちはすごく嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと話が脱線しちゃうかもしれないんですよ。私事になってしまうので、キミトさんには関係ないところ、モズには関係ないところとかも、関係ないって言ったらあれかもしれないですけど、まあ、ちょっと、ベクトルが違うお話になっちゃうんですけど。なんかあったの？ちょっと別件で私今、あんまり、多分今回の件に関して、深く考えられてないっていうのもあるんですよ。だから、今ここで生返事で一言で、私もそう思ってます、なんとかしたいですね、頑張りましょうっていうふうには答えられなくて。それはあんまり聞かない方がいい？聞いてもいいですが、あまり明るいお話ではないのと、いいよ聞かせてよ、俺も一緒に悩みたいよ。聞いても後悔しないですか？大丈夫。モズの解雇を宣言され前日、ヘラシギさんから連絡があって、事故に巻き込まれて、まあ、事件に巻き込まれて、もう助からない状態だと。あの病院 に入院してたやつか。はい。でも、助かったんじゃないの？どうやら亡くなったみたいですよ。その。おそらくモズが解雇された日だと思います。おそらく
私もまだまた聞きなので、それは本当の情報なのかっていうふうにその話を聞いた人には聞きましたけど、まあほぼ確実だと、噂話ではない、本当に見取ったというか見届けた方が言っていた言葉だというぐらいの勢いで言われました。なのでほぼ間違いないと思います。そっか、もともとモズの方ですからね、心の整備があんまりついてなくて、まあ、解雇されるそのね、前日、亡くなる前日に私はお話ができているので、まあ、覚悟はしなきゃとは思ってたんですけど、そっか、俺、ヘラシギさんに会えてすらないや。でも話のところどころでキミトさんの名前は上がってましたよ。あの頃のモズは懐かしかったな、楽しかったな。あれはキミトさんの入る、キミトス君が来る前やったっけかなとか、懐かしい話をしてたので。最高、話したかったな。うん、私からも連絡しようか悩んだんですけど、まあでも結構体調もしんどそうにしてたし、なんか面会の方結構いらしてたから、あまり自分自身に時間ずっと割いてもらうのもあれかなとか思ったし、うんうん、私の口からヘラシギさんがっていうのもちょっと違うかなとかいろいろ考えてて、ちょっとすみません、私も連絡ができなくて。いやいやいや、レイラちゃん悪くないよ。あ、もうな、先は長くないっていうことを聞かされた、聞かされていたのにですよ。うん、そう、なんかいっぱいこう、私のことをそんな状況でも励ましてくれてたヘラシギさんいいですよ。うん、ずっと一緒にいてくれるって言ってたじゃないですかって言っちゃったんですよ。モズをやめても、僕たちは家族だからって。一番辛いのはヘラシギさんなのにな、言ってからハッとして、もちろん謝罪はしましたし、すみません辛いのはヘラシギさんなのにっていうふうには言ったんですけど、まあ口に出してしまった後だから遅かったな。でも嬉しかったんじゃない、やっぱり。もうモズじゃない、もうモズじゃなくなってもさ、レイラちゃんがそうやってヘラシギさんのことをずっと思ってるっていうのを、その直接言ってもらえただけでも
嬉しかったんじゃないのかな。ただなんかもちろんヘラシゲさんが亡くなってしまってたこと、亡くなってしまったことは辛いですし悲しいですし、うん、しばらくは引きずっちゃうと思うんですけど、うんうん、それ以外にもちょっと自分の家族のことを思い出したりもして。ああ、そうなんだ。うん。いろんな感情がちょっと今ぐちゃぐちゃで。家族って何なんだろうなって。それこそ海木さんが脱退したぐらいの時に少し話したじゃないですか。うんうんうん。もう逆に吹っ切れたというか、だから心配しなくて大丈夫ですよ。まあ俺もモズがもう家族じゃなくて組織だと思って、まあ、行動するようになって、ボスにもナンバー2をもらって組織としてやってきたけど、やっぱりそれでも俺にとってのレイラちゃんはレイラちゃんだから、またなんか何でもいいからさ一緒に悩もうよ。ありがとうございます。まああとあれだから、そのさっきまだ自分の中では決まってないって言ってたけどさ、はい、あの法律で決まってるから。何がですか？うん？レイラちゃんは辞めたらダメだって。え？この前言ったじゃん、法律で決まってるって。でもその法律解雇されたことによって全てが、いやいやいや、また構築してるから今。新しい法律ができるってことですか？そう、前の法律がなくなったら新しい法律ができるんだから。そりゃそうだよ。わかんないです。私はこれは完全に憶測だから。うんうん。関係値がそんなにない人たちのことを憶測で考えてることなので、的外れのことを言っていたら訂正してほしいし、違うなって思ってくれるだけでも全然いいんですけど、うん、ちょっと話戻しちゃいますけど、うんうん、キミトさんたちがまたボスの元で、バオジさんの元でモズとして生きていきたいっていう気持ちをバンおじさんに掲げたいっていう話ですね。うん。うん。わかんないですけど、みんな多分今回いろんなことが、大きなことが起きたから、多分その大きなことで犯してしまったその自分のミスに多分責任を感じてしまってる人たちが複数いらっしゃると思うんです。うん。ライオ君しかり、アタックをしてしまったボアさんしかり、うんうん、キちゃんしかり。それをまあ、勢いつけさせてしまったのは自分なんじゃないかと、ナタルさんだったりとか。うんうん。うん。で、そこを直さなきゃ、もう次はしないようにしなきゃって、多分そういう気持ちが強いんじゃないかなって、そればかりを考えてしまってるのかなって。もちろん気づいてる方とかもいるかもしれないけど、だからそうじゃないと思うよっていうこと、気づけてる人は全然いいんですけど、気づけてない方に対しては
そういうふうにキミトさんから言ってみてあげてください。もちろん。まあレイラちゃんもね、いろいろ考えることはあると思うからさ。うん。また話そうよ。まあもちろんです。お話しするのは好きなので。で、私自身が今回じゃあ何をしなきゃいけないかなって思った時に、まず、まあ、私自身が多分人に歩み寄らなきゃいけないと思ってるんです。うん。それこそ大陽君だったりとかの話もそうですけど、関係中を作れなかったのは自分の責任でもあるから、自分から壁を作ってたと思うし、うんうん、本来キミトさんが口を酸っぱく、大陽君はもう入って長いんだから先輩にとして教えてあげなきゃいけない立場なのに言うのであれば、私の方が長いし、本来歩み寄ってあげるべきなのは私の方からだと思う。でもそれを私はできなかった。うんうん、うん、まずはそこからかなって思ってるんですけど、でも気持ちはまだついていけてなくて、うんうんうん、よし、じゃあまずそこからやろう、みんなに連絡しようっていう段階にはまだ慣れてないんです。まあヘラシギさんの件とかも重なっちゃったしね。うん、レイラちゃん自身がこうやるべきことを自分で分かってるんだったら、それだけでもすごい、なんだかんだ前向いてると思うけどな。多分そもそも前向いてなかったらさ、そういう考えにも至らないと思うし、多分やーめたって終わっちゃうと思うからさ、まあゆっくり行こうよ。ありがとうございます。みんなも変わろうという変わろうというなんかね、意識は多分あると思うけど、やっぱりそれもちょっとずつだと思うし、変わっていくのもね、だからお互いがお互いのそういうやるべきこと、進むべき道っていうのを進んでるだけで、なんかまたすぐに集まりそうな気するけどな。まあとりあえず俺は一人一人とちゃんと話して、そういうさっきレイラちゃんにも言った自分の思いと自分の変わるべきところとか全てを伝えた上で、一人一人と腹割って話して、それで決めようかなとも思ってるから、またなんか心証あったら連絡するよ。うん、わかりました。うん、レイラちゃんがいたから俺はね、モズに入れたんだから。だからそれは違うって。え、私がいたからモズに入れたわけじゃないでしょ。いやでも覚えてるよ。何ですか？地下の駐車場でショートコントさせられた、レイラちゃんに。させられたのは私です。覚えてないですね、全く。で、あれで、あれでしょ、その面白いショートコントができたから、うんうん、モズに入れた。やっぱりバカか。ん？そんなんでモズ入れる組織なんだ、モズって。そんなんで帰れる組織に今こんな熱い気持ち
どうにかしなきゃ。また集まりたい。って言ってんだ。ってなったら、記憶が違うってこと？そうです。そんなしょうもない組織じゃないってことは、肌で感じてるんでしょ？だからこういった話になってるんでしょ？何かがおかしいなってそこで考えられないんですか？確かに。言われてみるとそうか。レイラちゃんがめっちゃプッシュしてくれた。いや、してない。してないんだ。それはそれでショックやな。それはそれで。だって私からしたらですよ。うん。はじめましてで、急に横でショートコントをぶっかけられて。え、俺からさせたの？まず全部説明させていただきますね。うん。強盗を行っている最中です。うん、はい。柳田ライアンもいました。あ、一緒にいたんだ。柳田先輩がですよ、うん、1から10まで全部教えてくれてる中で、うんうん、私は補佐として一緒にご一緒させていただいてました。うんうんうん、はい、君とさんはそれを真面目に教わっている中でですよ、うんうんうん、無事警察が到着、うん、チェイスが始まってしまい、私たちは一旦バラバラになることにしました。うんうんうん、柳田先輩は一人で車に乗って、私たちは二人で車に乗って別の方向に逃げました。うんうんうん、警察に追われたのは柳田ライアンでした。うんうんうん、私たちは近くの立体駐車場に避難を一回し、うん、柳田さんの安否を心配して待っている最中、うん、二階堂君とさは初対面の私に向かってショートコントを始める。バケモンや。そうです、バケモン。こんな化け物の人ですよ。うん。オズに入れて一緒に頑張りたいなんて王子さんに伝えると思います？めっちゃ面白かったって言って。ちなみに滑ってました。レイラちゃんがでしょ？いいえ、どっちもがです。どっちもか。まあどちらかというと滑らされたが正しいかもしれませんね。私からしたら当時の私は今でも鮮明に覚えています。レイラちゃんも滝行やったんだ。あ、やりました。あ、知ってます、滝行があるの。あ、俺もやってきたよ、滝行。やってきたんですか？一郎と。え、先生いた？え、先生いんの？え、ただ自分たちで当たりに行ったってこと？あ、そう。あ、じゃあそれ滝行、本物の滝行じゃないです。え、じゃあ大沼様に会ってないってことでしょ？会ってない、何それ。あ、じゃあそれはまだまだなんです。いやでも、そのお互いが思う、うん、あの、なんかお経みたいな言うじゃん、はいはいはい、滝行って、うん、お互いが思うやつを言おうってなって、そしたら一郎がね、うん、やっぱりさっぱりつっぱりやっぱりさっぱりつっぱりやっぱりって言って。何それ？なんかあのそれっぽいの唱えてて。ちょっと笑っちゃった。なんかあのイントネーションだけ。修行中なのに笑っちゃダメですよ。いやでもなんかイントネーションだけすごいそれっぽいのに、全然言葉の意味薄いみたいな。やっぱ一郎さんは笑いのセンスは二重丸ですからね。うん。やっぱりさっぱりつっぱりしか言ってなかった。あ、じゃあうちの先生だいぶ真面目でしたわ。本当に唱えてましたから。へえ。うん、先生いるんですよ。今度受けてみるといいですよ、もう一回。おお、やってみたい。うん、先生はね、あの、タバコ屋さんの方でしょ。あの、ピンコさん。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。